両税法は中国において当中期から明中期まで行われた税制のことである。夏と秋の2回徴税されるのでこの名前がある。近伝制、阻用調整に代わって施行された。北義より行われていた近伝制、阻用調整はすべての民衆を農民とみなし、一律に農地を支給し、一律に同額を徴税するという制度であった。しかし、 現実社会では土地を放棄して逃げ出し、本籍とは違う場所に移り住み、そこで農業を始める、客土と呼ばれるものが増えており、また商業活動の活発化に伴い、新興地主勢力による土地の憲兵が進み、それまで使われていた戸籍は使えなくなってきていた。所要調整では本籍を元に調税するために、客土からは徴収できない。また、大土地所有者に対しても、 普通の農民と同じだけの一人分の徴収しか行えない。これによる税収の減収を政府は臨時に発する地税、青内税、小税などの税で補っており、普通に税を納めている仮想の自作農に対しての負担が過重となっていた。さらにこれに加えて安市の乱以降に顕著となった節度市による地方割拠の状態は、 この負担を増加させており、政府の減収と合わせて、党を覆す危険性をはらんでいた。県中元年、特捜の最小要援の権威により、両税法が施行された。両税法の骨子は以下のようなものである。首都、客度の区別なく、資産額に応じて、と党を決定し、都税を徴収、高知面積に応じて、地税を徴収。また、有酸の客道首度に編入した。 6月に納める夏税と11月に納める冬税に分け、それ以外の税を全廃する。洗脳を原則とする。商人に対しても資産に応じて徴収。行商からは30分の1税を徴収、あと20分の1を課税。それまでの両入り制でから両出線入りに転換する。それまでにも一部の地方において、夏冬徴税の方式が行われていたが、 良税法の実施はこれを全国的に普遍するものであった。実際の運用にあたっては税を地方官が徴収した後、止め県、止め州、止め市をそれぞれが取った後に中央へ残りの額が送られる。素養調整では、その納期を12月末、幼鳥の納期を9月末としていたが、これは、河北における阿波、解雇、大麻の収穫時期に合わせたものであった。 その後の麦作、豆作の成功や寒冷化の進行、河北から河南への新しい農業技術の伝播やに、猛作の導入に伴う農業生産構造の変化、安史の乱による河北農作地帯の壊滅によって、河南からの租税への依存が高くなり、河南における麦犬、稲属著魔の収穫時期に合わせた2に変更された。もっとも、この農税時期の変更は、豆や、 大麻の収穫時期の遅い河北には不利であるため、二の原則にもかかわらず実際の運営では、地域によっては3回に分けて納付されることも認められていた。3と4はそれぞれ商業活動の活発化を示すものである。また、安心の乱をきっかけとした塩の栓培性強化をきっかけに農民生活に貨幣が必要になったことや、財政難を貨幣発行で賄おうとした政策との、 関わりも指摘されている。また後は一面には、歳入の範囲内での健全な財政を保てなくなった、少佐であるが、別の一面からは、節度紙が無軌道に税を徴収することを今しめ、政府が管理できる範囲内でのみ予算を立てさせるという意味合いがある。律令制の根幹であった、近電性を自ら捨てたことは、別の見方からすれば大土地所有を公認したことになる。 これ以降の党では土地の憲兵がさらに進み、荘園は巨大化する。また洗脳を原則としたことで農民に貨幣を持つことを義務づけることになり、商業活動をさらに活発にする。だが、その反面において、全国の農民が農税用の貨幣を持つために一斉に作物を換金する必要性に迫られて、物価の下落や悪徳承認による買い叩きなどが生じた。 そこで809年には例外的措置として一定金額を納めたものについては肯定価格に基づく物納との折、納めを容認し、821年にはこれが拡大された。さらに五代十国時代以下では、憲白と貨幣の事実上の二本立てとなり、ついで北総の千年には憲白も省税に加えて、これ以後は洗脳原則は事実上放棄されて、 納税金額を元にして算出される憲白による物納税へと変わっていった。さらに、民では積極的な農業重視政策を背景に、穀物による納税を基本とした。その後の五代十国時代、北宋、元、名と両税法は受け継がれていくが、秋を中期になると付加税が増え、不均衡が課題となり、最小、超巨税により一条弁法が施行され、 良税法は廃止された。ありがとうございます。